山口敏太郎日記、今日はですね、あまり人間というのは人の言ってることはあまりまともに聞かないということをちょっとお話したいなと思っています。まずですね、僕はこの YouTube の公式チャンネルで都市伝説をいろいろ話をしております。で、そこにマジレスを返すやつがいるんですね。あくまで都市伝説です。で、それなのに、それは妄想ですとか、考えすぎですとか、いやいや、都市伝説ですから。で、あくまで、フォークロアとしてこういうことが語られています、こういう説が唱えられていますというふうに説明してるんですよね。で、フォークロアとか都市伝説っていうのはルフ話だったり伝聞話だったり、俗に言う民族学用語の世間話であったりするわけですね。で、基本的に話に尾ひれがついて大場になっている話をフォークロアで、伝聞していくに従って、伝播していくに従って、より洗練されて面白くなっていくのをフォークロア、都市伝説というんですよ。だから、それが事実と違うとかですね、妄想だっていうと、いかに頭が悪いことかっていうのがね、悲しくなりますね。正直そういうね、興ざめというか、都市伝説の楽しみ方を分かってない人のコメントは、がっつり削除させてもらってます。都市伝説というのはですね、みんなが共有するコミュニケーション能力、コミュニケーションにおける潤滑油なんですよ。飯食ってる時にとかですね、居酒屋で飲んでる時にね、こんな話ガキの頃あったよねとかね、いや俺が若い頃さ、うちの業界でこんな話があって、例えば有名人の話とかね、あるいは心霊の話、まあそこはね、多分実際の話よりかなりオーバーになってるんですよ。でも、いろんな話がこう広がっていくうちに、その業界特有の都市伝説、その学校特有の都市伝説で、その中でより面白くなってると。で、それを共有しながら楽しみながら行って、人間関係の補助的機能の役割が都市伝説なんです。だから、かつですね、いろり端でおばあちゃんとかおじいちゃんが孫にですね、民話とか伝説を聞かせていた。これは村落、集落における一つの娯楽であり、コミュニケーションだったんですよ。わかりますかね？それが現代において会社の怪談、学校の怪談、で、現代の都市伝説みたいなのを、例えば、ツイッターでやり取りするとかね、LINE で噂話をするとか、実は三丁目のあの廃屋、幽霊が出るって噂だよとかね、それが一つのコミュニケーションにおける都市伝説、フォークロアなんですよ。それを妄想だとかですね、作り話だとか、オーバーだとかいうのは野暮です。フォークロアというのはそういうものなんです。そしてみんなが共有して、そのファンタジーとか幻想を娯楽として楽しんで、会話の糸口とか潤滑油にするというのが、フォークロア、都市伝説なんですね。都市伝説の使い方というのは、そういうふうに使うべきなんです。勘違いしている人があまりにも多すぎるんで、僕はね、ちょっと悲しくなってきますよね。ということで、まあ、この VTR を見た方は、都市伝説は、それは事実と違うとかですね、それは妄想だとかいう、しょうもないツッコミはやめていただいてですね、本当なの？とか、いや、僕が聞いた話はもっとこういうのがあるぜとか、実は違うバージョンが、関西では違うバージョン、ちょっと違うバージョンが流れてますよとかですね。そういった本来の都市伝説の楽しみ方をまた満喫していただければ幸いかなと僕は思います。